人の集まりにくい駅に黒卵。昔ここでフリーザーと1時間戦い続けたのがトラウマです。人が常に入れ替わり立ち替わりで5人ぐらいしか集まらず、常に変わらないのは私だけという。電車が到着するたびに次こそはと思ってました。もう少し待てば勝てるだけの数は揃ったのにという状態のまま終了。というわけでずっと敬遠してたのですが、最近は馴染みのトレーナーさんも増え、成立することが増えてきました。馴染みのトレーナーさんも到着。もうすぐ深なのにポケモンゲットされてます。余裕ですね。もう46秒前ですよ。ほんと、はい、うん、なんかそんな感じしますね、雰囲気が。深です。多分集まると思うので速攻で入ります。この時間でも集まらなかったらまたこのジムから遠ざかります。いきなり10人。もう10人。ここで10人集まるのはすごいんです。駅なのにこんなに人がいても20人にならないところがこの駅っぽいですね。海峡の方かな。すごいゴールデンタイムなの。隣の西大宮駅は集まるんだよな。まあロータリーがでかいからというのもありますが。あっちの方って集まんないんですよね。あっちの方に海洋画とか出てるじゃないですか。あっちで成立したことあります？あ、その辺で。ここら辺、まあ先週かな。はい、そこ行ったの、差し上げ病院の向こうの、はいはい、このイベントが始まってすぐだから、やっぱ6時頃かな、たら人っ子一人いなくて、あ、いなかったんだ。涙で成立したんかと思った。涙でできそうになって帰ろうって。そうやってますます人が集まらなくなるわけですが、ここら辺じゃないと。駅で13人ですからね、ひどいもんですよ。そうそう、プラザはね、そうです、そうです。昨日行ってきましたよ、プラザ。昨日、はい、あ、なんか夕方出てました、ね、高校も近くにあるんだけど、昔からやる人はいませんが、そうなんですよね、そうなっちゃいますよね。結局みんなそういう考えだから止まんない、はいはい、だんだんそうなってくるんですよ。この駅っ子だってそうです、そうでしたもん。あ、私それ知らなくて、はい、最初のパチョルヤさん、はい、すごい言ってたけどできなくて、はい、立つべって言ったら、そうだよ、そんな集まらないよって、はい、言われて、ああそうなんだ。グループさんもいないですしね、この辺。あっち側は結構いるんですよ、プラザの方も結構。などと話しているうちに勝利です。昔はこういう話をする相手もいなかった。 CP は低い。出ますでしょうか。はぁ、あ、どうしよう、狙っちゃいますよ。こい、どうも来た。いやー、いい、すごい、来る予感したんですよ。マジ、はい、マジで今回2匹目。2匹目、ありがとうございます。いい、私なんかもう出ない気がするんです。そういうのありますね。おお、すごい。さあ、さあ、さっき持ってますね。なんだっけ、日曜日の校長、どっちか。うん、でも一匹ですからね、辛かったですね。すごいきつかったですね。すっごいきつかった。すごいきつかった。立つべ、そうだね。あれでどうだったんですか、結局。結局。どっちか、手ず。手ず。
でも答えて 100% は出た。じゃあ同じですね。そんな不機嫌なんだろう。今すぐ帰るよ。頑張る。厳しかったですね。厳しい。次は難易度下がると思いますけどね。ああいうのがあったら。あんまり厳しすぎる。3時間は無理ですよね。無理ですよね。6時間とか。せめて1日。そうですね。1日ですね。5時ぐらいが始まる。そうそうそう。欲しいっていう気持ちが強いと取れない。ダメなんだ。でなんか変な感じになってますけど、ね。今年すごい色違い出てて、はい、なんだろう、サンドの色違いとか出てて。嘘。サンド？びっくりした。それをお手が、ああ。どうちゃん、後で気づいたの？あ、今気づいてるから。あの民ポケ登録してる？あ、民ポケ知らない？民ポケ入れとけば、その、分かるんだよ、そうですね。そう、どこに、何が。帰った後、民ポケで検索してみてです。昔動画で説明しましたが、最近もそれなんですかというコメントが来る。まあ民ポケって書いてますけど、この動画を機に分かっていただければと思います。これないと私のポケ活は成り立たないと思う。家から分かるとしても年がら年中スマホを見てるわけにはいかないですからね。やはり通知が来るのが便利です。サンドの色違いちょっと映させてください、ね。これ今暑いよな。サンドの巣があったら行きたいのですが、なかなか近場にないです。ミドランのメスの色違いもお持ちです。フレンドさんが持ってないのを私が持っていて、私が持ってないものを持っている。うまくできてます。はいはい。